こんにちは、みほとけです。ナム。はい、今日は皆様に私から世界一エロい仏像についてご紹介します。私のチャンネル登録の人たちを見ると意外と大人の皆様が多いというところで、ちょっとエロいものもでもご紹介しようかなと思いました。はい、お子様も見てると思うんですけど、すごく珍しい仏像のお話なので、ちょっと興味を持って見てくれたら嬉しいです。ということで、みほとけが独断と偏見で選びました世界一エロい仏像、それはブボ仏さんです。聞いたことないですかね。こちら、はい、ご覧ください。ドン。男性と女性が抱き合った姿の仏様でございます。これはチベットの仏教に伝わる仏様ですね。日本じゃまあ見ることはほとんどないですけども、こんな姿でも実は仏様なんですね。裸の男性の仏様の上に裸の女性の仏様が抱きついていて、あーってことをやっています。ちょめちょめのシーンですね、まさに。で、もう実際に合体しちゃってます。で、これ実際私も見たことあるんですけども、もう度肝を抜かれまして、それはちょっと角度を変えて下から覗くと、男性のちょめちょめがしっかり彫刻されてて、2つと1つがちゃんとあって、それがちゃんとこうドゥーンって感じになってるので、うわマジか、すごいちゃんと再現してるっていうので、ちょっとびっくりしてしまった記憶があります。はい。でこれがね、なんで抱き合ってるのかとか、なんでチベットにいらっしゃるのか、はい、そんなお話をしていこうと思います。まずこれを喋るにあたって、チベットの仏教と日本の仏教って全然実は違うものなんだよっていうのを先に知っといてもらおうかなと思います。チベットの仏教と日本の仏教、それはお互いインドの悟りを開いたお釈迦様がの仏教が起源ですんで、桃園の親戚みたいな関係ではありますね。ただ日本のは、大体5、6世紀に日本に伝わってきたんですけど、その伝わってくるにあたり、インドで生まれたものが中国に入って日本に来た、これが日本の仏教ですね。ただチベットの仏教っていうのは大体7世紀ぐらいにインドから直でチベットに入ってきました。なので時期と伝わり方がちょっと違うんです。だから桃園の親戚なんですけど、チベット仏教と日本の仏教の違い、この中身のお話で言うと、チベットのはなんと仏様が男女しっかり分かれてるんですよ。日本の仏教は仏様、如来、菩薩、明王、天っていうこの4ランクがピラミッドになってますけども、如来、菩薩、明王は基本的には性別は語られません。どんた、うん、男でも女でもないと言われてます。一方でチベットのはその尊格が、しかもね、日本のは如来、菩薩、明王、天じゃないですか。でもチベットのは如来、祖師、守護尊、菩薩、憤怒尊、護法尊っていう、7個のピラミッドになってて、でそこも全然違うんですけど、これらは明確にこの羅漢以外はちゃんと女性男性という区別があるんですよ。このランクの守護尊のカテゴリーにいるものが男女が合体している武母仏なんですね。武母仏と呼ばれたり、合体仏、男女和合仏、勘義天など言われております。じゃあこの武母仏が一体何なのか、ズバリチベットの仏教のご両親なんですね。こう言っちゃちょっと簡略化しすぎかもしれないんですけど、チベット仏教、チベットってのは密教が伝わっております。チベット仏教とチベット密教はイコールで語られることもありますね。で、なんで合体してるのかって話をいよいよしますと、チベット密教のご両親の姿なんですよ。チベット密教のマンダラっていうのがあって、仏様の世界はこんな風に広がってますよ、こんな仏様がいますよっていうのが、何千体もの仏様がこうそのフォーメーションが描かれたものがマンダラって言われるものあるんですけど、この仏様全てを生んだのがこの合体仏、武母仏ですっていう風に言われてて、だからめっちゃ偉いんですよね、超良心。この両親からこの仏様たちが生まれてるってことは、もう感謝ありがとうの気持ちでその仏像として彫られるのはもちろん当然だとは、はい、思います。だから大真面目にめちゃくちゃエロいんですよね。この中でこう人は基本的には男性の上に女性がまたがっている姿っていうのが多いんですけども、男性の左膝に女性が乗っかっているっていうのもあって、それはネパールの方でよく多く見られるらしく、好きな体位は国それぞれみたいなところがあるかもしれないですね。
あと基本的に男性と女性 の仏像であったんですけども、女性だけが一人歩きして、それが神格化されているところもあるらしく、だからその女優さんが人気出ちゃって一人でソロ DVD 出すみたいな、そんなとこなんでしょうか、ちょっとわかんないですけど、さすがにこれまで言ったら怒られるかもしれないですけど、とにかく本当にちゃんと真面目にいらっしゃる仏様ということですね。でさらに真面目さをお話ししますと、女性の仏様っていうのは女性の直感的な洞察力っていうのを神格化していて、一方男性っていうのは宗教的な儀式とか論理的な思考を神格化したものが男性の仏様、つまり直感的な洞察力と論理的な儀式思考力っていうのが合体する、もうこれ最強じゃないですか。この合体したことによって最高の悟りが始まるみたいな、その段階が描かれてるってことですよね。だから単に両親のその子孫が生まれる最中のシャッターを押したっていうとこだけじゃないんですよ。でかつここが面白いのが、性的な交わりで覚えるエクスタシー、恍惚感っていうものが最高の悟りを学ん体得した時の恍惚と近いというか、それに例えられるっていうところで、だからまあ確かに性的なものってこうあまり表には出てくることが少ないけれども、かなりエネルギー強いですよね。食欲、性欲、睡眠欲、三大欲求ですし、そのおかげで我は、私も生まれたし、この私たちの子孫たちも生まれてくるし、世界は回っているところがあるので、性的なものでかなり尊いっちゃ尊いんですよ。だからそこをきちんと仏像に残しているっていうのが、まあ、チベットに伝わってらっしゃるんですね。エッチだけど尊い。これがじゃあどこで見られるんでしょうかっていうお話です。実はチベットの寺院じゃこれあんまり見られないんですよ。やっぱり密教、修行した者だけにその方法を教えましょうっていう宗派なので、入門した人にしかご開帳しないんです。でもなぜか日本じゃ見られます。なんでかっていうと、日本だとそのチベットの仏教美術っていうのがコレクションとしてこの美術館とかにこう飾られることがあるんですよね。まあチベットの仏教こんなになりますよっていう紹介だったりで、結構美術品としてこう飾られているところがあって、それが、はい、じゃあ3つご紹介します。1つ、目黒安養院の寺宝館。あの目黒の安養院さんにはなんとチベット仏教の美術品とかがかなりこの入ってきてて、チベット的な密教をやってらっしゃるお寺さんなんですね。なのでそこにはそのチベットにこんなのありますよっていうのを展示してくださってて、まあ拝観できる時間とか決まってるし、予約もしなきゃ見られないんですけども、なんと東京でも合体仏さん、壇上混合しているあの仏様見ることができます。武母仏さん見れます。プラス続いては東北の会津にもいます。会津若松のね、ネパール博物館っていうのがありまして、これ温泉街にあって、外観はあのすごい江戸期の大邸宅の見た目をしているんですけども、中入るとすごいエキゾチックな雰囲気が漂っていて、ネパール、チベット、インド の仏教的な美術品がかなり飾られていて、そこにも合体仏さん、歓喜仏さん、武母仏さん、なんていうのか分かりませんが武母仏さんいらっしゃいます。はい、最後、兵庫県丹波篠山にある大正歓喜殿宝庫。これはね、兵庫県篠山市春日坪 2-1、まあ、丹波篠山にあるんですけど、これね、あのすごい見落とすぐらいこっそりあるんですよ。小さい建物の中、古い建物の中にあって、看板も古くて非物公開中って、もうほぼ字がかすれて見えないような、すごいもう味わいのあるレトロなところなんですけど、中入るとこの男女が合体した武母仏さんがすごい数並んでるんですよ。もう所狭しと並んでらっしゃってて、でこれ実際行ったっていう人はね、もうすごいエッチだった、エロエロだった、もうちょっとびっくりしちゃったって言ってました。ちょっと私も行ってみたいですね。はい、ということで世界一エロい仏像武母仏さん、まあ、ヤボユムさんを紹介しました。同じ名前で歓喜殿っていう仏様、日本にも伝わっているんですけども、まあ、日本の仏教とチベットの密教が全然違うように、この日本の歓喜殿さんはまた違ったものですので、混合しないようにお気をつけください。ちょっとエッチな大人の話でしたが、いかがでしたでしょうか。はい、では今日はこれにて終わりたいと思います。以上、みほとけでした。ありがとうございました。ナムー。